改めてご紹介いたします。服部栄養専門学校校長服部幸男さん。服部です、よろしくどうぞ。先生とでも内場さんはもう宴会とかではよく会われてるんですよね。結構ね、お会いしますね。だけど近頃ね、はい、もうあのなんていうか職長教とかなんとかで全部もう断りして。あ、そうですか。もう疲れちゃって でも服部先生はもうこまめにいろんなところに行かれてるでしょ。行ってるんですよね、うん、時々ね。それがテレビでいつもね、うん、あの出てくるからね、先生出てくるからだからテレビでいつも見る。服部先生まだ相変わらずこうスケジュール帳はもう真っ黒になるぐらい真っ黒ですね。見えちゃってる、うん、少し楽されたらいかがですかねどうですか、うん。まあ、服部先生はやっぱりあの料理の鉄人の時に福井健二さんの横に座っていただいて解説をやっていただいたという。でちょうどで今日も解説しますよ。あ、そうです料理人の人たちが次にこういうものを作るんじゃないかって予想をしていただいたりが視聴者にいいガイドになってたと思うんですよね。でわざと時折間違えたりしてね。間違えるって言うから間違えたやらせっぽいんですからそうやってやめてくださいもん。いや良かったですよね、あれが、うん、解説がすごく良かったと思います、うん、記憶に残ってる人って誰かいますか。え、挑戦者だから僕が、はい、ね、あのロビションがゲストで来てる時に、はい、ね、トリフでね、はい、その道場さんと戦ったんだよ僕、はいはいね、はい、もちろん負けましたけど。そう。で、服部先生がフォアグラ焼いてたんですけど、それをね、ちょっとね、フライパンからコンロに落としちゃって、どうするのかなと思ったら、もう一回フライパンに入れるっていう、チンプレーがあって。ああ、そう。あ、ちなみに、服部先生、料理の鉄人というと、あの、フードコーディネーターの結城節子さんっていう伝説の女性いらっしゃいますけど、今はどうされてるんですか。今ね、京都の方の大学に通ってますよ。あ、へえ、うん、あ、そうですか。それもう5年ぐらいね、なんかあのこの業界から足を洗っちゃって。あ、そうですか。うん、道場先生とも結構やり合ってましたよね。そう結城節子さん。そう、名前急ななんて言われちゃってね、彼女。まあ一番仲悪かったのは中村孔明さんですけどね。いや、俺とはね、あの俺はあの人と争うなんてことないからね。いや本当、うん、いや本当ですよそれは、うん、本当にいい男ですよ。服部先生には僕あのテレビ朝日の愛のエプロンという番組に出ていただいてて、はいはい、あっちはあっちで激バズ料理をずっと食べてた。そうあれあの番組どうでした。いや、まずかったね。いや、だけど、まあみんなね、一生懸命やってるからね。はい、だけど、やっぱりね、可愛い人が作ったやつはね、美味しいって言ってあげたんだ。まあまあね、アイドルのことが、ね、出てます。すごい料理出てくるんですよ、あれ。まあ、服部先生は他にも、あのバラエティ番組とか、ドラマとか映画とか、うん、あれはどうだったんですか。ドラマだと、グランメゾン東京とか。うん、まあ、今回もね、はい、この12月にテレビで出るんですよ、はい、それとね、来年になるとね、はい、今度映画になる。12月はどこの局ですか。いや、俺 TBS、 TBS、うん、あ、でまた、あ、グランメゾン東京の続きって感じですか。続きなんだけど、はい、1回で終わり。へえ、2時間番組で。あ、そうですか。それでその後は映画になるんですよ。はいはい、うん、あ、それ今これ言っちゃって大丈夫なやつですね。一応ね、ええ、もうみんな知ってるみたいだから。あ、そうですか。とりあえず言っちゃっても大丈夫。で、それを監修されると。そう、まず一つ目は天ぷらでございます。天ぷら、はい、なんか聞くところによると先生天ぷら大好物だっていう。大好物です。それもね、冷えてもうまいあの天ぷらが大好き。揚げたてがいいんじゃないですか。いや、揚げたてもいいの、だけど冷めてもうまい。あ、そういう、お弁当の中にも入れられるっていう。
今日はですね、エビ玉のかき揚げ、はい、三つ葉を散らしてふりかけ醤油でいただくと、はいはいはい、意外とうまいです。意外とうまい、しかもなんか失敗しないっていうふうに。そう、失敗しないですね。普通かき揚げっていうと玉ねぎのかき揚げって、はい、普通は桜エビを使うんです、はい、だけど今日はね冷凍のこれエビがあったお合成な、はい、エビを使う、はい、じゃあ開けて、はい、お願いします。これやっぱり半分に切ってね、はい、背わたがあったら背わた取る。これはねこのくらい見つくる。これ背わたないね、背わた取ってあるんだ。頭取るときに、一緒に背わた取れるんだ。玉ねぎね、玉ねぎね、スライサーもっともっと作る。おお、もうスライサーでいっちゃうんですね。あ、スライサー、玉ねぎ、はい、はいはい、こんなもんこんだけある。これ本当は玉ねぎ強かったらね、水でちょっと洗って、はい、してもいいんだ、はい、それから天ころね、天ころもね、普通卵の黄身と冷たい水でやるんだけど、はい、白身がもったいないからね。出た、白身がもったいない、うん、はい、はい、玉ねぎの水気を取ります、うん、ちょっとこうやって。でここでごぼうの先、これ普通はね桜エビが多いんです。だから今日これをはいはい、全卵ですね、うん、ですか。あ、じゃあ卵1個に 300cc くらいで、はい、今は氷入ってましたよね、はい、冷たい水、この水に氷入れたんですよ。粘りが出てきちゃうからね、うん、うん、だからグルテンがね出てきちゃうと思う、ベタベタになっちゃうんですよね。結構グルテンがキーワードになってますね。こんなもんでもっとまだ白いの残ってるんですけどね、あんまりあると粘りが出るんでね、はい、でこれ結構ざっくりですね、これもね、はい、三つ葉が来ました。これ色取るんでね、入れちゃう、はい、簡単なんですよ、うん、僕のは。さあ衣がかかりました、うん、箸くれる。でこれをねこのまま入れるとバラバラバラっとなっちゃうんですよ。クッキングシートっていうか今これの上にね乗っけてそこのままスーッとやると、はいはい、ちらつかないんだね。このやり方はお店でもやられてるんですか？え、あんまりかき揚げしないからね。ああ、そうですか、そうですか。だけど、この方が失敗がないわね。石破先生からこの技を見られるとはって感じがありますけど。うん、それこれ何度ぐらいと思ってるわけですか？これは170くらいよね。はい、うん、本当だ。こういう感じでね。はい。こうやるとね、散らないんですよ。しばらくしたら固まってくるからね。いやー、これセッティングシートの船の上で。そう。ああ、これだ。簡単にこう。もう自然と剥がれちゃう。自然とひっくり返ると剥がれる。うわー。さて。このままでもいいんだけど、こうやって かじればこれでもいいんですけどね、箸を使いたいんでね。あ、切っちゃうんですね。もっと食べいいね。箸でも食べれる。お出汁じゃなくて、三つ葉独特ふりかけ醤油、はい、で食べるんだ。ちょっとこれ試食してみませんか、ふりかけ醤油。これかつお節を醤油であれしてね、乾かしたもの。もうどうですか。でこれ
サラダにもね、かき揚げでも何でも結構便利なんですよ、うん、はい、うん、お味どうですか？あのね、おにぎりにしてもいいしね。あ、おにぎりもうまい、何でも大丈夫、ね、そう、 YouTube で一番最初にやった使ったのっておにぎりだったんですよ、うん、あ、本当にさすがです。先生、さすがです。で、これはね、とろろ昆布を乾かす、こんなにしたものなんです。はいはい、これに塩を入れて昆布地を、あ、なるほど、これで、ふりかけ、うん、これです。あ、もうそこに、なるほど、じゃあ、はい、勝手につけて食べていただく。はい、ありがとうございます。これで完成、はい、これで完成、ありがとうございます。これ、あの、これでほどほど自分でかけていただければ。本当、ふりかけ醤油は何でもいけますね。何でも使うね、天ぷらでもきました。さあ、道場さんのかき揚げ、えびたま、本当、先生いかがですか？口に入るとね、品格がある。おお、もうすごく感じる品格、うん、さすが、はあ、うまいですね。うまいですか、うん、いや、褒めていただいて。どうでしたか、あの、じゃあ西澤先生、ふりかけ醤油のその粉の方は、うっすらやっぱり昆布の旨味と醤油と旨味があって、うん、もう本当、天だしをつけて食べるよりすごくこう爽やかな感じというか、旨味がこうあってっていう感じが、天ぷらを生かしたこの昆布と醤油かなっていう。いや、まあでも、それが多分品格という言葉につながっている可能性ありますね。まとめていかがでしたか、そのふりかけ醤油とろろ昆布ですか。だからね、このふりかけ醤油っていうのはね、ずいぶんね、僕初めて今日食べたんだけど、はい、これ何にも本当使えますね、うん、それで天つゆにつけるよりもね、ほうよ、これの方がね、さっぱりしてね、うん、品格がありますね。品格がありました。そうですか。東さん、阿弥陀さんがこう立つ一緒になって、あっと先生に対抗してやる、ね、いや、先生が教わったんだよ。ニューアンパワー全開、結局障害っていうのはね、やることによってこう